はい、皆さんこんにちは、ちでございます。PC88 のブラックオニキスですね。パート24やっていきたいと思います。これあれですかね、ひょっとすると前言ってたとことつながってるわけでもないのかな。なんとなく分かってきましたよ。いや分かってないわ分かってないね、これ私どこだろう。さっきまでうろちょろしてたとこはどこか分かったんだけど、早く上に行きたいなよと。あ、やりきれない。あ、できましたね。これどこだろう、これどこなのかな。ちょっと戻ってみましょうか。ちょっと戻りますね。これだ、ここなのね。で、ここはね、私ちょっと見てるんで、で、ここを入って、1、2、3かな。うわ、やりきれなかった。いっぱい食っちゃった。ドリンク、アニケムさん一人で行ってますね。さあ、1、2、3、4、5、どう？1、2、3、1、2かな。A に全然やっつけれんかったね、さっきのターン。これ中入って抜けて、端っこ行ったら分かるのかな。こう行って、これで、あ、右にあるね。で、右に抜けて、あら、行き止まり、行き止まり、ああそこか。おそらくこれですね。で、左に行って入って行き止まりだじゃない、行き止まりじゃない。戻ろう。で、12、ここを入って、あらららららら、ああよかった。ドリンクね、アボスさん飲みましょうね。ここじゃなかったね。どこかに奥から2つ目が入れそうなところがあれば、そこ出口に向かってるみたいなんです。あ、間違えちゃった。ここね。お、あ、違うね。あ、ここだ。入って、あーよかった。左に行くと、でこれをくぐると、あら、また間違えちゃったかな。ここに階段があると踏んだんですが、あ、ここだここだ、よかったよかった。 あら違うわ。うわ、ビースト、おお、ちょっとすごいんですけど、これリセットかな。うわー、ボスさんやられちゃった。なんでアボさんじゃねえや、フォールさんばっかり食らうんだろう。ごめんなさいね、リセットします。しまったな。ということは、よいしょ、あれですね、ブロードソードちょっと買ってみましょうか。ハチさんね。で、ヘゲックさんね。よいしょ。で、アボースさんね。で、オロスパさんね。で、フォールさんね。さあ、100にして、ここ入っていく前に、どこだっけ、あらら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 、マニキス目指してね、頑張りましょう。どう、あらららら、あらら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 、ここ
るかな。あらら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 、ら、泥棒だーと。ここだよね。あ、違うね。あ、マーケット、ここだ、ここだ。ウェポン。まあ、もし間違えててもね、ロードし直せば、メイス、ショートソード、アクス、スピア、ブロードソードね。クレイモアは通販でとか。一回ちょっとこれ私だけね。ブロードソード。これ私に。はい。お金はたんまりあるんだよね。はいはい。で、リーブね。で、シールドだね。あ、こっちか。こっちだね。シールドで。はいはい。一番高いシールドね。ラージシールド。ラージシールドはアーチさんで。はい。おお、ありがとうございました。教えていただいて。あ、もうこれ決定。ちょっとリーブして、皆さん。これお金無駄になっちゃうんだよね。なんです?あれだもんで、売るってない、できないんでね。2、3と、4と、5と。はい。じゃあね、シールド皆さんね、買っていきましょうね。よいしょ、これだね、ラージね。ヘケックさん。で、アボスさん、やっぱぽ、はい?あ、お金ないんだ。じゃあ、オロスタさん。で、ホーレーさんね。誰か買えない?あー、ヘケックさん買えるよね。ヘケックさんのお金で、アボスさんに。もうお金みんなで分け分けしましょうね。さあ、じゃあこれでいきますよーっと。あら、トークね。どこだっけ、どこだっけ。あれ違うね、どこだったかな。あららら、はいはい、この辺だったかな。あ、これだね。上下2だからこれだね。一応セーブしちゃおっか。はいはい、セーブね。はい、下行ってアタックできる。逃げていきますね。でドンドンと、はい、来ましたね。はい、クラーゲンさん。はい、あ、でもやっぱり攻撃力減ってるけどすっごい食らうんだね。魔法のブロードソード、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 ん?ブロードソード、今私持ってるのなんだっけ。今私持ってるのなんだっけ。あ、ブロードソードだわ。クレイモアじゃなくてブロードソードだから、あ、これ私だね。はい、おお、いいね、いいですね。じゃあここで魔法装備にみんなしていきますか。11222。はい、で、じゃあね、クラーケンさん倒したんで、よいしょ。はい、一人で来てるんですね。11122でどう。え、どういうこと。ひょっとするとこれ攻撃力が足んないの。11122、もう一度。あ、当たってるね、一応。11111。あー、なかなか、あー、いい勝負だね。あー、こんな勝負なんだね。11111。あ、いけた。なかなか見応えがありますね。はい、11222。あ、魔法の フルプレート。あれ、私フルプレートだったっけ。違うね。あ、でもどうなんだろう、魔法のフルプレート、これ私が装備しよっか。はい、魔法どうなんだろう。
実験台は私でね、行きましょう。1、2、3、4、5と。はい。まあ、結構魔法の装備がね、見つかりますね。よいしょ。ここどこ？ここどこだろう。ビーストね。ああ、わわ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 、アボさん。はい。ドリンクでアボスさんね。はい、アボスさん。なかなかやりごたあるね、ここ。はい、デーモン。はい。あ、私も結構食らっちゃったね。どっちがいいんだろう。ここね、一個一個入っていきましょうか。はい、1、2、3、4、4と。まだレベル上げないといけない感じがするんだけど、これレベル上がるのかな。魔法のブロードソードは良かったね。あら、あ、これ戻んのね。そうだそうだ。おっと、1、2、3、4、3と。はい、1、2、3、1、2と。もっと集中してやった方がいいかな。うん、これも出てくるのね。1、1、1、2、2と。あ、やりきれた。ちょっとセーブしよう。結構やりごたえあるんですけどね。よいしょっと。はい、1、1、2、2、2でいけ、あ、いけますね。1、1、1、2、2ね。はい。ちなみにドリンクでオロスタさんじゃないわ、アボスさん飲んでおこうかね。よいしょよいしょ。はい、だあら、イラストがないのか。強い、マントを着ていたどういうこと。私見えなくなった。あ、私ちょっと薬ね。これは何を意味するんだろう。なんかいいことあんのかな。ちょっとここもうちょっとガンガンいっちゃいましょうね。はい、1、2、3、4、5と。はい、1、2、3、4、5と。全然ダメだね。あ、ちょっとあれだね、アイテムも宝探しも面白いいかもしれないね。1、2、3、4、3と。あ、ちょっと食らっちゃったね。1、2、3、1、2でいいかな。マントはどうなんだろう。お金もすごいね。500とか入ってくるね、1回で。でももう買えるもんないんですよね、私ね。ちょっとこの辺集中的にやっていきましょう。1、1、1、2、2と。はい、1、2、2、2、2。あ、いい感じでしたね。はい、デーモン。怖い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 と。ちょっとセーブしましょう。あー、やりごたえあるわ。一気にまた面白くなってきた。よいしょ。よいしょ。はい、1、2、3、4、3で。
く剥げるのはマントがどうなんだろうね。マントがどうなんでしょう。マントの効力がね、知りたいよね。はい、あ、逃げちゃったね。よいしょ。はい、おお、やりきれる？グッとすっとりませんか。あ、食らっちゃったね。ドリンクでヘゲックさんが、飲んで、これはしばらくここであれですね、レベル上げできますね。よいしょ。あーと、この辺じゃないかな。ああ、はい、ハーニキス目指して頑張りましょうね。よいしょ。でここ抜けると、抜けたので、ああ、ここでいそうだったもんね。あ、でもね、ああ、食らっちゃったね。はい、まだ私いける。あ、いない。あ、いたね。うー、多いね。1、1、2、2、2だね。あー、やりきれたか。フォーレさん、やばい、やばいね、これやばいね。1、1、1、4、4で、あー、危ない危ない。1、1、1、2、2で、あー、よかった。あー、やばいやばい。もう一回飲むよ。ヒットポイントがないもんね。ヘゲックさんもこんなもんかな。そろそろ変えること考えた方がいいね。え、これ戻ってきちゃった。いや違うね、違うとこ来てんね。ちょっと変えろ。もう薬がやばいね。あとは、あらららら、はいはい、1、1、2、2、2ね。はい、よいしょ。ここら辺かな。あ、違う。ああ、あららららららら、1、2、3、4、2かな。あ、やりきれてないね。うわ、全然やりきれてない。1、2、3、4、4と。はい、奥から2番目だよね。奥から2番目に入って、で、空いてるとこ行けばいいんだよね。あ、あ、あ、おーっと、おー、うわー、ヒットポイント多いなこれ。もうやりきるか、全員で。はい、あ、確実だね。なるべく早く倒した方がいいもんね。あ、で、これで帰ってきたんだね。おー、あ、間違えた、こっちじゃないね。こっちだね。いや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 、ちょっと怖いから、まだ、あ、うん、はい、1、1、2、2、3。ちょっと待ってくださいよ。ああ、ここだったよね。1、1、2、2、3で、あ、ちょうどいい感じ。1、1、1、2、2、あ、間違えちゃった。興奮しすぎて長い時間やりすぎちゃいましたね。というわけで、この辺で終わっておきたいと思いますね。 P88 のブラックオニキスですね。パート24、この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。